バザール・ドラシャリテは、1885年から、パリで、フランスのカトリック貴族が主催していた毎年開催の、チャリティーイベントである。126人が死亡した1897年の、バザールでの火災で、最もよく知られている。この火災における最も著名な犠牲者は有名な、オーストリア皇后、エリーザベトの妹で、アランソン皇爵夫人のソフィー・シャルロットである。 当時の火災の報道記事1897年、バザールはパリ・パック・ジャングージョン通り17番地にある大きな木造の小屋で開催された。この小屋の中にはファンタジックな中世の街路が木や厚紙、布、張り子で作られていた。しかし出口は適切にマークされていなかった。これらの条件が重なり3時に発展したとされる。 このバザールの目新しいアトラクションは当時としては新しい光景であったルミエール兄弟の技術により投影された動画を鑑賞できる部屋であった4日間を予定していたバザールの2日目の5月4日午後に映写技師の装置から出火したそれにより発生した火災や群衆のパニックにより126人が死亡したさらに200人以上の人々が火災で負傷したこの惨事は 国内外で報道された。中庭を通って逃げていた来訪者の一部はオテル流、パレの料理人と女性支配人、それぞれ M5 マリーとムメローチソーティアに救助された。彼らは、その来訪者たちが厨房の窓を通って隣接する建物へ避難する手助けをした。デンタルレコードを利用した黒焦げの遺体の身元確認は、法医師科学の前史において画期的なことであった。 パリのノートルダムド・コンソラシオン償いのチャペル、ノートルダムド・コンソラシオンが火災時にバザールが行われていた場所に建設された。このチャペルは火災の犠牲者に捧げられており、パリのイタリアのカトリック共同体にも役立っている。バザールド・ラ・シャリテ火災に関するカテゴリー。ありがとうございます。